まあ12部構成の中のですね、第2部の刑事論ですね、神学の方法論ですね、そして主として聖書論ですね、土台ですよね、あと神論、人間論、キリスト論、聖霊論と救済論をまた一つの中なんですけども、教会の終末論をね、こういう形で、神学を立て上げていくということですね。第2部の中の、キリスト教神学では、第10章に当たるんですけども、要約版の方では、第5章ということなんですね。ということで、見ていきたいと思います。この章はですね、最初に霊感の定義ですね。霊感とは一体何なのかということですね。神学の世界では特に神学用語といいますかね、定義づけるというかね、その意味というのをやっぱり丁寧にやらないと結構混乱が起きるんですね。福音派とリベラでもちょっと違うところがありますしね。リベラルの人たちも聖書の霊感とかですね、あるいは聖書の神の言葉であるとか、ネパールの中でその神の言葉の信仰というわけですけども、しかし彼らの言っている意味は、私たちの言っている誤りのない神の言葉という意味じゃないんですね。そうじゃなしに、この誤りを含む神の言葉というふうにね、いうちょっと違うわけなんですよね。だから言葉をきっちり定義していかないとですね、結構それを知らずに本を読むと混乱が起きるというかね、いうことですね。そしてまたこの霊感ね、インスピレーションの必要性ですね、次で第一節で学びます。そして第二節では霊感の事実ですね。聖書はこの霊感されているのかどうか。ですね。霊感されていると、ね、聖書は神の霊感によるもので書いてあるけども、その内容はどうかということなんですね。どう言いますか。よくこの私たちの世界ではあることですけどね、古代広告というかね、チラシにはそう書いてあるけども実態はそうではないということがよくあるわけです。で、聖書にはですね、聖書は神の霊感に、聖書は全て神の霊感によるものでと、第2テモテ3章16節に書いてある。しかし、それは、そのまま受け取っていいのか、そういう霊感の内容ですね、その内容あるのかとね。第3は、霊感の処理論、聖書の霊感、についてですね、いくつかの理論があるわけなんですよね。エリクソンは5つ挙げてますよね。その5つの理論の中で、私たちのスタンスといいますか、立場というものはどのあたりにあるのかということを考えますね。それから、霊感の範囲ですね、第4節。で、霊感されているというけども、どこまで霊感されているのかというですね、霊感の範囲でも3つの考え方があるんですね。そしてこの霊感の第5節では霊感の強度ですね、霊感の方ね、どの程度強いのか、霊感の深さといってですね、こちらが霊感の広さという、4節がね、霊感の広さ、第5節は霊感の深さといってもいいんですけども、どこまで霊感を強く霊感されているのか、
思想だけなのか、言語までいくのか、ね、いろいろこうあるわけなんですね。そして、まあ、最後に第6節、霊界についての、まあ、一つのモデルということでね、エリクソンの考え方が、まあ、提示されているところですね、まとめてみてね。それをベースに、まだ次のですね、章、無合性に入っていくということなんですね。まあ、それではその内容ですね、に入っていきますけれども、霊界の定義ですね、まあ、霊感の定義、ね、まあ、霊感というのはですね、この、まあ、聖書に、まあ、結実していくわけですけれども、まあ、神様がですね、まあ、人間に対してね、歴史的事実、出来事であったり、神の語りかけであったりね、あるいは受肉であったりするわけですけれども、まあ、その神の啓示ですね。神からの啓示。人間が、ね、それを受けてこうね、普天状態のレベルもありますけども、まあやがてこう、まあ文書化する。基本的にはですね、この聖書記者ですね、聖書を記した人ね、で聖書記者ですけども、ね、この聖書記者に対してですね、聖書記者の著述を啓示の正確な記録とし、ね、また彼らが書いたものを事実上を神の言葉であるように結実させた、ね、正確な記録、ね、そして、事実上神の言葉、ね、言葉であるように結実させたんですね。聖書記者、ね、聖書記者の上に、ね、与えられた聖霊の超自然的影響ですね。基本的にこの聖書記者に与えられているんですね。でそのことを通して
この文書化が結実するというね、まあまあ、ひいては、まあ、聖書が霊感されているということなんですけど ね。で、私たちが、まあ、一つ、まあ、教えられることをね、まあ、福音派の中でもね、まあ、カリスマ派とかアンチカリスマ派とかいうふうな異論がありますけども、この聖書観においてね、聖書における超自然的な影響ね、聖書の霊感における聖霊の超自然的影響に関しては全くこうイコールなんですよね。だから私も教律で、まあ、3年も話しましたけど、福音派で一番重要な部分の一つは聖書形成における聖霊の働きを深く研究する。もっと共通項が広がるんです。ね、このなんていうか超自然的な、まあ、本日における奇跡とかね、そういうことに関しては、まあ、いろいろ意見とかね、こう対応が違うわけですけどですね、この聖書に関する聖霊のね、この働きという点では、まあ、100% の一致があるということですね。共通項を捉えるということはね、私たちのまあ、まあ、共感を広げるというかね。で、まあ、特に、まあ、アンチカリスマ人たちが、まあ、非常に、まあ、敏感なのはですね、さらに今日プラスアルファで啓示があったりするのかというふうなね、部分に関して非常に、まあ、ちょっとアレルギーがあるんですね。まあ、その面で、まあ、ちょっと、まあ、過去形の、まあ、精霊の働きですね、ある面でね。その点においては、まあ、今度、まあ、もう異論がないというね。で、まあ、なぜ、まあ、この聖書のですね、この霊感の働きですね、聖霊の霊感の働きがいるのかですね、まあ、よく、まあ、私たちはどうですか、伝言ゲームとかね、やりますとですね、必ずね、必ずこう伝達していく中でですね、別の話になってしまうということがよくあるわけですよね。映画ね、まあ、A という話がね、A ダッシュになりね、A の2ダッシュになったら、ここではもう B になってしまうというね。まあ、そういうこう話になってしまう。まあエリクソンが本の中でですね、どこでかちょっと忘れましたけども、大学の学長がですね、こう赤いネクタイしてきたとですね。そしたらある学生がですね、今日学長は赤いネクタイしてきてると漫画の一コマ目で言うわけです。二コマ目でね、その聞いた友達がね、学長はね、赤だそうだというふうにこう言うわけですよ。その次の学生聞いたらね、次の学生に、うちの学長は共産主義者だそうだというふうにね、で伝言しているというね、噂が立ってしまうというね。違うんですよ、赤いネクタイしてきてるだけなんだけど、おしゃれだなというね。その話が共産主義者になってしまって首が飛ぶかもしれない話になるわけですよね。まあそういうことでね、まあそういう腐食を防ぐというね、変更を防ぐという意味で、まあどう言いますか、ね、すぐ文書化された、早めに文書化された、まあある程度時間をかけて文書化された面もありますからね、そういう面でですね、この一連の流れの中にですね、こうね、霊感の働きね、信頼できるものとして、保存を助けるね、聖霊のそういうこう働きがなかったらね、これは初めの聖書は信頼できる書物としてこう受け取ることができないということですね。
ルカの1章の1節から4節ちょっと、どなたと呼びますか。ルカ。
先ほどの牧田先生のあれであればですね、こう真実的共同性、あるいは真実的相互性ですね。要するにこう神様が主体となってね、そして聖霊が主体となってリードしてこの著述活動ですね、導いておられるんだけどもですね、この人間が全くこう外されたね、即記者のような形ではないね、このルカね、あるいはパウロね、イザヤね、みんなこう主体的に参与しているというね。でそういうですね、この理解というのは私たちがまた応用としてね、私たちが御言葉の準備をしたり御言葉を語ったりするということがどういうことなのかというね、を考えるまたこう機会にもなるわけなんですよね。ですからこの啓示というのはですね、啓示というのはこれは垂直的な行為なんですね。神様が、ね、ご自身を、啓示されるんですね、垂直的、ね、そしてこの霊感というのはね、こういう不伝状態が始まって文書化されていくね、いうことですから、これはこの水平的な精霊の働きであるということが言えると思いますね。でまた後で出てきますけども、私たちがですね、今日、21世紀ですねに聖書を読むときにの、精霊の働きというのは、ね、昨日もちょっと言いましたけども照明の働き、イルミネーション、ね、すでに語られた、そして、ね、客観的にある御言葉をですね、精霊が照らし明らかにしてくださるというね、それを原則的なものとして神様が本質的に新しく働いたわけですけども、その御言葉のですね、客観性というのは非常に大事にするわけなんですね。それが第一節ですね。で第二節は霊感の事実ね。
今夜のアプローチ、基本的なアプローチはですね、これなんですね。聖書にこう書いてある。ね。これはまあエヴァンジェリカ、ね、福音派の基本的な主張、ね。リベラルはですね、どういうまあアプローチするかというとですね、この聖書のね、あれ兵隊の数のまあ見たら、歴代史とか、サムエルの死骸とかね、あれ福音書のまあ見たら、あの、杖を持ってきなさいとか。持っていかないようにしなさいとかですね、いろいろまあそういうね、法案ね、おかしいじゃないね、こう何々の箇所は間違ってるじゃないか、こういう、まあ、アプローチを、まあ、するわけですね。これが、まあ、リベラル。ね。の、まあ、アプローチ。で、まあ、特徴的にはですね、まあ、こちらが、昨日も言いましたように、まあ、まあ、演劇的ですね。でこちらが、まあ、機能的というか、まあ、具体例から、具体的な個別からですね、個別の事例、ね、個別の事例からですね、問題提起する、ね、やり方。こちらはですね、この、まあ、基本的な教え。こう教えてやるとからだから聖書は間違いないんだというね、こういうアプローチをするわけなんです。だからそのまあアプローチのまあ出発点がちょっと違うわけなんですけどね。でこういうまあ言ったらちぐはぐな部分をですね、どのようにまあ解決していくかということはね、まあ組織神学で取り扱われていることなわけですね。でまあ、一つですね、まあ、ことを言いますとですね、聖書はですね、どういうものかというと、聖書のですね、自己証言的性格というものですね。ね。まあ、分かりやすく言えばですね、どう言いますか、砂糖がですね、法廷に立ってね、私はね、甘いですよと証言したとすると、ね、ほんなら、あ、検察官がね、いや、お前甘くない、ね、お前辛い、ね、もう延々とまあね、いろんな議論を、証拠を見せなさい、ね、舐めたら分かる。ねしかしね、最近舐めてもわからないですよ、ね、味覚障害でね、もうなんか、もう何食べるんでもね、七味唐辛子みたいなのバンバンかけて食べるそうですね、びっくりしました。で、まあ、味の検査をしてね、まあ、砂糖水、薄い砂糖水をね、舌にちょっとつけるんですよ、お医者さんがね。そしたらね、普通の人は甘いって言うんですよ、まあ、すぐわかる。だからその人は苦いって言うんです。もう味覚がおかしくなってるんですね。まあそういう面であるんですけども、基本的にはですね、この砂糖はね、砂糖がですね、それ自身で、ね。
ね、甘いことをですね、示すようにね、聖書はそれ自身で神の言葉であることを、まあ、明らかにするしているということですね。まあ、そういう要素でいっぱいあるわけですね、うん。まあ、その内容の崇高さといいね、その、まあ、あるいは、まあ、いろんなね、この世界のいろんな要素とか、まあ、いろんなことを、まあ、すでに扱ってきてますけれども、だからこの、まあ、一般社会でもですね、一般社会でもね、一旦こう疑いがかけられるとですね、犯罪の疑いがかけられるとですね、このね、自己証言の権利が与えられていると、法廷におけるというものはですね、この本人にね、本人がですね、口を開いて初めて明らかにね、なる場合が多いんですね。周りの人がですね、いろいろ推論してですね、こうやこうやって状況証拠をね、こうね、その人についてですね、こう集めてもですね、ABC という人がね、集めても、しかし、いや、私はやってないと言ってですね、この自分のまあね、こう、アリバイを証明したりとかね、まあこう、まあ本人嘘つく場合もありますから、必ずしもそれでまあ本人が言うたと無罪というわけにいかないわけですけどね。しかしまあ聖書はですね、こういう自己証言をしているというね、聖書これこの大統領さんの16節の話にまあ後でも触れますけども、聖書は全体としてこういう感覚を持ってるんですよね。最初から最後までね、初めに神が天と地を作られね、今日はね、初めに言葉ありきね、もうあの徹頭徹尾ですね、この聖書の中におけるこの神律的なね、神様のまあ言ったらこの主権とコントロールのもとにですね、聖書記者の賛美を得ながら書かれたというね、現実をまあ描写されておるわけですね。だから非常に強
強いこの主張があるわけなんですよ。でそれに対してですね、ならこのあそこでお前見たい言う人がおるぞとかね、いろいろですね、お前にこういう癖があるやろとかですね、いろいろこうね、それに対してやっぱり弁明ねしていかないといけないということなんですね。そういうまあこう循環論法ね、のまあね、そしてまた聖書全体が生きているだけなんですね。イエス様自身もね、まあ創世記の出来事とかね、もう歴史的な事実としてね、このアダムといえば出来事とかね、引用されているね、ことですね。で第3節ね、霊感の処理論ね。まあ、いくつかのまあ理論があるわけなんですけども、まあ、最初の2つはまあそんなにまあ重要でないで、で最初の理論はですね、この直感理論ね、
だこういう考え方の中には、まあ、リベラルの中の、まあ、シュラエル・マッハなんかの、ね、宗教的な感情がですね、非常に、まあ、強調する流れ、まあ、そういう中にあるはずですよね。で、まあ、私たちに関係あるのはですね、まあこの、まあ、3番、4番ね。3番、4番は別の理論というよりもですね、これはまあ、まあ、コインの表裏というかね、いう関係と見てもいいと思いますね。まあ、ダイナミックなこう霊感理論というのはですね、まあ、まあ、ルイス・ベルコフなんかはですね、この有機的霊感説、有機的、ね、霊感というふうに、宇田先生は有機的導流と言われるし、ね、牧田先生は真実的共同性と言われるし、要するに、まあ、言わんとする、まあ、言葉よりも、まあ、その実体の方がね、大事ですね。神様がおられるね。そして、まあ、聖書記者がいると。ね。そして、その、ところにですね、神様は、ね、掲示されて、ね。それを、まあ、受け取って、こう、ね、文書化、ね、する、の中においてですね、この、まあ、なんともこう表現し方、有機的なね、共同作業ね。共同作業のことを言っているわけですね。で、これに対する考え方がですね、この口述理論なんですね。口述理論というのはですね、神様は、掲示されるわけですけども、ね、まあ、すり抜けるようにこうね文章がされるというかね、要するにまあ、この人はですね、この、まあ、ロボットのようであり、ね、タイピストのようであり、速記者、ね、のようね、この人は、まあ言ったら、主体的な参与はないというね、こう、口移しで書いたという考え方ね、ディクテーション、ね、口述理論。だから、要するに、神様が語られて、それを前言ったら、録音テープを回したという感覚なんですね。で、これはですね、まあ、行き過ぎる感じなんですね。行き過ぎなんだけども、まあ、マックイハの中でもですね、非常にこうファンダメンタルな強い、こうね、フッテルバーグですね、口述理論的な霊感説ね、の感覚を持つ人って結構あるようですね。で、それに対してですね、この、まあ、言ったらね、この、まあ、言いましたけども、そういう、こう、心的、ね、著作性、神様が書かれた、ね。だからもう一つは人的、ね、人間が、この著作がどこまで関わったか、ね。これが、まあ、有機的な関係ですよね。これをまあ、繊細にこうね、描写し、理解しようというのが、まあ、今日の、まあ、バランスの取れたね、まあ、成熟した福音派、エヴァンジェリカルの、まあ、捉え方というかね。で、ここ、まあ、ベルコフはですね、神は彼らをあるがままで、彼らの性格と気質、彼らの賜物と才能、教養と素養、働いと語法、文体等を共に用いた。ね、だからその、
聖書記者、用いられる聖書記者によって文体とかですね、言葉とか違うわけなんですよね。イザヤのような王の近くにね、いたという高度な教育を受けた人もおりますし、アモスのような羊飼いもね、パウルのようにですね、当時のまあパレスチナで最高の教育を受けた人もおればですね、ペテロたちのように漁師の人たちもね、モーゼのようにですね、紀元前1500年ぐらいのですね、1400年代ぐらいの時期ですね、エジプトの最高のね、王家の教育を受けた者がおればですね、まあ、いう形でいろいろおるわけですね。そういう人たちのですね、まあ、個性というかね、っていうものが、実にまあ、よく表現されてね。イザヤ書の総合の文体はやはりこのイザヤのね、個性とか賜物とか教育も表現していますしですね。だからまあ聖書記者というのはですね、ある面こうね、まあ表現すればね、音楽のこの楽器のようなところがあるわけですよね。ね。ピッコロのようなあれもありますしですね、あるいはトロンボーンとかね、あるいはこうフルートとかね、いろんな楽器がありますよね。そういうですね、まあ、聖書は、まあ、40人余りですか、この聖書記者たちがですね、こうね、そしてそれぞれがそれぞれの楽器を持ってですね、参加しね、しかしまあそれをですね、前でですね、こうね、指揮をし、このタクトを振っているですね、こう、まあ、小沢誠司のようなね、お方、これはこの神様であると、ね、神様が全体をですね、コントロールし、ね、ね、あらゆる楽器を使ってですね、この一つの、まあ、シンフォニー、ね、一つのこのね、まあ、合奏曲といいますかね、そんなものをこう、まあ、演奏しておられるんだと。で、聖書は一つ、ね、あるということですね。実際そうですよ、まあ、まあ、有名な神学者バルムとかね、いろんな人を見てもですね、こう、彼らのまあ数十年の、まあ、著述歴の中で、やっぱり、前半と中期と後期というのはやっぱりね、こう著作がいろいろ内容が変わっていくわけなんですよね。一人の人でそうですけどもですね、聖書というのはですね、このまあね、モーゼのあたり、モーゼ御所のね、モーゼのあたりからいけばですね、紀元前1500年ぐらいから始まって、紀元ね、100年ぐらいまで生まれるもんですけどね、1600年間にわたりね、まあ、40人余りの人たちがね、いろんなまあね、人がレベルの人が書いたけれども一つの曲がね流れてくるというね、これはまあまさに聖書が神の演奏曲であるね、一つのまあ印であると思いますね。でまあ、まあ、言語理論というのはですね、まあ、これはまあ次の無語性とまあちょっと関わってきますのでね、あれですけども、こちらはですね、この、まあ、言ったらこういう、ね、まあ、口移し、ね、口移しの感覚ですけども、こちらはですね、口移しじゃないけども、口述じゃないけれどもですね、この、まあ、言語の選択まで、言語の選択まで神の、ね、コントロール支配は及んでいるというね、そういう考え方なんです。ここは非常に微妙なんですね。ここをごちゃにしたらダメなんですね。ここはまあ次の無合性のところで無合性のところでやる定款のここでやってしまうのまだ4節5節あるんですね。まあついでにまあやりますとですね、
要するにこう霊感がですね、この霊感説にはですね、この聖書ね、こうありますけどもね、ね、こう霊感というのはこう部分なのかとね、部分霊感という、これはまあリベラルな考え方ですけどね、部分だけ霊感されているね。例えばイエスの語られた言葉は霊感されているけども、その説明書きとか解釈とかね、霊感されてないね、聖書記者の感想であるとね、いうふうなこともあります。しかしこうもう一つはですね、この思想霊感というのがあるんですね。思想霊感というのはですね、聖書の中に流れているですね、この、まあ、思想ですね、思想は霊感されていると、ね、メッセージは霊感されていると、しかしこのね、言葉の選択までですね、神様は関与されてないという。しかしまあ私たちの福音派はですね、このどう言いますか、言語の選択まで霊感されているという意味で言語霊感ね。まあそれがまあこの4番にあったわけですね。要するにここでね、こういう考え方が生まれる背景によって、一つは口述ではないというね、あると、もう一つは思想霊感でもないというね、こういうあの背景があるわけなんです。まあ、そのあたりがですね、あの霊感の、まあ、ポイントというかね、ね、まあ次回になりますので、お聞きしたいと思います。簡単に、まあ、霊感のところの残りをやりまして、次の第4節ですね。霊感の範囲ですね。霊感の範囲ですね、このいうのはですね、まあよく最初に言いましたように聖書は全てと書いてありますけども、だけどね、あの箇所で言われている聖書は全てという聖書はですね、実はこの旧約聖書なんですよね。あの時にはまだ新約聖書ができていませんのでね、聖書に親しんできたというのは旧約聖書だと思いますね。しかし、まあ、旧約聖書だけが、まあ、霊感されているということではないですよね。まあ、まあ、そのことがですね、霊感の範囲でちょっと考えますね。次のことは、第2ペテロですね。第2ペテロ。次の方というか、まあ、どなたかですね。1章の19から21を読みますか。まあ他にもですね、テキストにいろいろな言葉が書いてあると思うんですけども、
要するに、まあ、聖書はですね、オールドテスメント、まあ、旧約聖書ね、ある箇所には律法と予言、ある箇所には律法と予言と詩編とかね、いろいろこう聖書についての範囲についていろいろ書いてありますけども、それとともにですね、ニューテスタメント、新約聖書、ペテロやヨハネやパウロのですね、著述を見ればですね、自分たちの書いた手紙、文章ですね、それが神の言葉として受け入れられたことをね、その通りだと書いてますよね。私たちの言葉をそのように受け入れるか受け入れないかでまたね、クリスチャンになるかどうか判別しているというかね、まあ、本来はこうね、単なる個人的な手紙としてしか認識がなかったら、いや決してそういうふうに受け取ってはいけませんとね。こちらは神のことだけど、こちらは私たちの手紙ですとね、言わないといけないんですね。まあ同列にね、扱っている、ね、感覚がそこにあるということですね。そのあたりが、まあ、レイカーズ何の箇所で、それから第5節ですね、霊感の強度、ね、でそれと、まあ、皆さん、まあ、テキストを読まれるだけではなしにですね、テキストの中に引用されている聖句を確実に、まあ、開いておいてほしいんですね。で、まあ、できたらそう読んでですね、そのポイントをね、例えば第2の3の16節であれば、ね、全部まあ書かなくてもいいんですけども、そのノートにですね、聖書はすべて神の霊感によるもので、ね、ちょっとメモしてるとかね。だから主題別にですね、聖句をきっちりこの自分のものにしていくというね、聖書を100回読んでも1000回読んでもですね、まあ論語読むの論語知らずって言葉があるけれどもですね、読むだけでは使いこなせないんですよ、ね、この大根100本引いてきてもじゃがいも1000個引いてきてもダメなんだ、ね、その材料の材質を、食材の材質を知ってね、それをどう調理したらいいのかというね、この道筋を、だからじゃがいもは3個でもね、大根は1本でもいいわけなんですよね。その料理の仕方をね、どういう料理に生きるのか、だから聖句もそうなんです。どういう説教にね、これはどういうメッセージをこの聖句は持っているのかというね、これを使うことが聖書を読むことなんですね。聖書はまあスタディーね、学ぶ書物ですね。聖書はね、神の声を聞く書物であったり、ヒーラーですね。だからリスンですね。だからこう御言葉から神様の、ね、主題別のメッセージを聞き取らないと、それを何を言ってるんだろうね。使いこなしてですね、回収にですね、おいしい御言葉の料理を提供しないと、本当にこう恵まれるね、生きた神の語りかけなんだろうかというところまでね、持っていかないと、ね、ここで、まあ、霊感の強度で教えられることですね。言葉の選択の、まあ、言語霊感に関する、ね、言葉とか音節とか句読点の印とかね、例えばですね、このね、神はこう生きたものの神か死んだものの神か、ね、議論の中でですね、ね、聖書にはですね、アブラハム、イサク、ヤコブの神であると書いてある、こういうふうにイエス様言うんですね。ここのポイントは何かと言ったら、ね、アブラハム、イサク、ヤコブの神であるというもの、これは現在形であるということなんです ね。こういう生まれた時世ですね、過去か現在か、ね、神はアブラハム、ヤコブ、イサク、ヤコブの神であったと。神様は過去のね、人々の神様、今日の私は関係ない。ね、あるいは、神はアブラハム、イサクの神であるでしょうとね、
未来で、まあ、天国入ってから私たちの神様にね、なるほど。しかしそうじゃないね、今現在ね、そうなんだという実践の強調ですね。とか、あるいはですね、ある場所では、あ、主は私の主に言われたというね、こう所有感、何々のとね、所有感というポイントが置かれたりですね。あるいはイエス様はね、律法の一点一角されることになるということですね。非常にこう、言語の細かい点にね、この神様のね、霊化のものですね、主張しておられるというね、ことですね。まあ、その辺がですね、強度のところで書かれている。だから、まあ、非常に大まかにですね、聖書は大まかにこういうことを言っているというね、こういう概論的な、まあ、ある面でリベラルな組織が扱いというのは、やはり、まあ、神の言葉をね、ないがしろにしている面からね、やはりこの聖書の隅々まで、ね、から、神様の御心のね、全体をこの読み取っていかないといけないということですね。まあ、あと、まあ、まずテキストを読んでもらったらけども、続いてですね、無謀性ですねに入って、まあ、この構成の中ではですね、皆さんの教科書では無語性11章ですけども、要約版では、まあ、6章なんですね。でこの章では無語性についてのね、まあ、多様な概念、まあ、聖書は、まあ、誤りのない、ね、神の言葉であると誤りのないという点でね、3つの、まあ、説があると、ね、それを紹介して、それから無語性の重要性、ね、これも3つの重要性、ね、大体、まあ、メッセージでもね、教えるのは大体こうね、3ポイントがいいというふうに言われますね。あんまポイントが多すぎるとね、分かりにくくなりますのでね、それから第3番目ですね、無語性と事象ですね、まあ、現象と言ってるんですけども、まあ、要するにこれも先ほどから言ってるところと一緒なんですね。聖書は誤りがない、書いてあるというね、あの神の言葉であるね。しかし、まあ、実証、まあ、具体的な個別のですね、議論のある聖書の箇所を取り上げて、まあ、議論、まあ、考えてみようというのが第3節ですね。でそういうことを踏まえてですね、聖書が言っている無語性とは何なのか、ね、何でないのかというですね、このあたりもですね、この非常に繊細な扱いがいるんですよね。だからこう、ね、信仰というのはあまりにも飛躍しすぎてもいかないし、こうね、矮小化されすぎてもね、ちゃんとしたその聖書が主張している見立てをね、やはりこう認識して、取り扱っていくと永続性があるね、そういう、まあ、あのメッセージになるし、ね、スタンスが保てるね。だ一番いけないのはもう絶えずなんかそういうあのスタンスが変化することなんですね。これ信用を失いますのでね。それでは、まあ、第一節ですね、無語性という多様な概念、ね、の中のですね、まず1の1、ね、絶対無語性ですね、アブソルトインエラーですね、絶対無語性、
でこれはですね、まあ、かなり信仰的に見えるんですけども、実はですね非常にまあこう、まあ、叩かれるというかね、批判を受けるまあ、考え方でもあるわけなんですね。まあ、要するにこの聖書の中に書いてあるんですね、歴史と科学の問題ですね。まあ、聖書の中にもですね、まあ、いろんな記述があるんですね。救いに関する教えもあり、教会の教えもいろいろありますね。神についてとか、終末までですね、組織も。しかし、それだけではなしにですね、この、まあ、歴史的なことも書いてありますしですね、またこの天地創造のね、まあ、科学に属するようなですね、ことも書いてあるんですね。そういう記述に対してですね、このどういうふうに私たちは理解していいのか、ね、例えば、まあ、創造論と進化論の議論がありますしですね、また歴史的な記述ではですね、いろいろこう数字が、曖昧であったりする箇所があるわけですけども、まあ、例えばですね、こういう議論があるんですね。まあ、第二歴代史、次の人って何ですか？四章二節。それから芋の海を作った。内から内まで十九人、円形でその高さは九人。その周囲は細縄で巻いて39キロであった。はい、そうですね。まあ、旋盤ですよね。旋盤があってですね、こう、まあ、直径が、ね、10キュビト。ね。直径が10キュビト。円周がね、30キュビトという表現があるわけですけども。これも科学的にですね、正確さを求めたらですね、ちょっとおかしいでしょ。今は算数とか数学も直径の約3倍とかにするらしいですけどね、まあ、少し前までだったらこれの直径が10センチの 10キュビットの円周を求めなさいって言ったらですね、直径かける 3.14 ね、もう少し詳しく言えば159って言ってて、どん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 こう増えるわけですよね。ほんなら正確ではないでしょう、ね、こう間違いだというわけですよ。従業の立場から言えばね、聖書はもうこういうふうにこう非常にずさんであると、神の言葉であればここまで正確にやるべきじゃないのかとこうね指摘するわけなんですよね。リベラルね、立場から言えばね。しかしまあこの何ていうか絶対無応説なんかの立場に立つですね、アブソルートね、インエランスの、まあ、立場がね、まあ福音派の中のまあちょっと極端なんですけども、どういう説明するかといったらですね、どうですか、直径はここまでである、この厚みが計算されてないんだと。厚みを計算に入れるとですね、とかなんとかね、私もはっきりしたと分かりませんけども、どちらにしてもこの、なんかこう、それだともっと大きくなりますよね。余計は数字としておかしい。ね、ここが 3.1、ね、31.4 になるからね。ほんなら ここ直径というのがこの外側までですね、円周というのが内側という意味なんですかね。なんかこうゴーセルというか、なんかエリクソンの本の中にね、
ある神学者はですね、このリベラルと間違いだったんですけども、ね、彼らはこの、どう言いますか、旋盤の厚みを計算に入れて いないというね、こういう議論をやろうとするわけなんですよ。ね、アブソルートですからね、もう間違いだと指摘すればですね、前からその信仰を守ろうとしてですね、まあこじつけ解釈をですねと思われるような解説をたくさんやるわけなんですよ。こういうことをやるとますます信用を失うんですね、うん、だからまあエリクソンね、まあ立場っていうのは、エリクソンというのはもっとこう中間的なというかね、考え方なんですけどね、次のあれ出てきますけどね、次はですね、この、まあ、これがまあ私たちのまあ立場と思いますけども、まあ、全的ね、無語説。ね。まあ、要するにですね、この聖書はですね、確かにこの歴史的データとかね、科学的な技術があると、しかしですね、聖書が書かれた目的はですね、聖書の目的ですね、聖書の書かれた目的はこの救いのメッセージを与えるんですね、私たちにね。だからこの科学的歴史的なですね、厳密なデータを提供することではないと、ね、歴史科学的技術ね、歴史的技術ね、厳密な厳密で、まあ別の言葉で言えばこう学問的なんですね、学問的レベルでね、まあ厳密なんですね、こう技術をですね提供することではなく、ね、そしてまあこの、まあ聖書の書かれたですね、目的という視点ね、まあ後でもっと正確な描写になるんですけども、においてですね、この書かれた目的というね、して置いて、まあ科学ね、科学的技術もですね、歴史的技術もですね、正しい、ね、だから要するにこのね、どういうレベルの正しさが聖書でこの求められているのかというかね、主張されているのかということを履き違えたらですね、非常にこう間違った議論にはまってしまうというね、ことなんですね。で、次のあれがですね、この限定的無語説。ね。
これはですね、この、まあ、聖書ね、聖書のですね、要するにまあ、いろんなことがありますけども、その中でですね、やはりこう、まあ、救いのメッセージ、ね、まあ、これは単に、まあ、イエス様に救われていることだけではなくてですね、それに関連してですね、こうね、組織神学全体があるわけですよね。しましたように、このね、神論から始まり、ね、終末論までの、ね、教えの構造全体がね、こうあるわけでね。それに関しては誤りがないと。救いのメッセージに関しては誤りがないけれどもですね、この歴史的記述と科学的記述ね、は間違っていると誤りがあると、ね、要するに、まあ、聖書の、まあ、記述ですね、記述はね、まあ、いろんな要素があるわけですね、救いのメッセージ、教理的な、ね、メッセージがある。それに関連してですね、歴史の中で語られているしですね、そしてこの、どう言いますか、天地創造とかですね、処女降誕とかですね、いろいろこう、光の復活とかですね、奇跡とか、いろんなこう科学に関するようなこともあるわけですけどね。そういうことに関連してですね、聖書における科学的そして歴史的言及はですね、聖書は書き記されたその時代にの理解を反映しているんだと。聖書の著者は彼らの時代の制限に従属している、ね、聖書はそれらの領域の中に私たちが誤りと呼ぶところのものをかなり含んでいるというふうに、まあこう限定的無誤説を唱える人は言うわけですね。で、まあ、バルトなんかはですね、まあ、参考までに、まあそうですね、聖書にはですね、この古代の世界観、ね、それから古代の人間観、それから独自の歴史理解、ユダヤ聖書、ね、いろいろですね、こうたくさんのですね、この、まあ、問題を含んでおるですね、これは過謬な神学である、ね、誤りを含む、まあ、書物である、ね、こういうふうな、まあ、考え方をこれはで、まあ、かなり、まあ、リベラルなんですね。ね、こちらは、まあ、エヴァンジェリカなんですけども、エヴァンジェリカでも極端な絶対無誤説っていうのもあるんですね。だから、まあ、聖書館で問題点を整理するともに、福音派の中にあるそういうね、中にあるなんかこう、極端な考え方もやはり、注意する必要があるというところがちょっと、まあ、あると思うんですね。で、第2位はですね、この無誤性の重要性ですね、
誤りがないですね。で、まあ、ここではですね、3つの、まあ、ポイントが挙げられていまして、神学的重要性、ね、それから、歴史的重要性、ね、認識論的重要性、ね、神学的な重要性はですね、まあ、まあ、これ福音派の基本的な思考の構造と関係がありますけどもですね、まあ、神様はですね、ね、神様は何ですね、全知、まあ、全知全能の方だね。でこの神様がですね、この文書化された神の言葉をもたらすために、ね、聖霊を、まあ、啓示され、聖霊を働かせられた、ね、でもし神が全能であるならばですね、このもし 神がですね、全能の方であるのなら、ね、聖書、ね、聖書記者に、ね、影響を与え、ね、与えられるので誤りのですね入りうる余地はない。まあこういう場の思考ですね。神学的な思考、真実また誠実な存在である神はきっと人間が聖書を誤って導かないような方法においてその能力を発揮することを望まれる。そのように霊界についての私たちの見方は論理的な結果としてですね、聖書の無誤性を必然的にもたらす、ね、だからね、無誤の聖書、ね、誤りのない無誤の聖書の結実、ね、結実はまあ必然であると、自然的結果である。
まず聖書が信頼できることのできないですね、こう誤りを含む、どの程度誤りを含むのかということにも関係しますけども、それとですね、もうそういう正常感が崩れてくるとですね、他の教よりも順番に崩れていくんですよね。やはりこの聖書感というのはですね、私たちの教理の、まあ、どちらでもいい教理の一部じゃないんですね。この、どう言いますか、土台の部分なんですよね、聖書感というのはね。まあ、週末論かなんか屋根柄ながらだとかね、あるいはまあ、洗礼論がどうのこうのね、洗礼するのができるのか、まあ、壁に穴が開いたぐらいのことで済むかもしれませんけども、思いました。聖書感が崩れるとですね、やっぱりこう家全体傾いていくんですね。これが信頼できないとなるとですね、それを材料にして形成したら、こちらは必然的に信頼できなくなるわけですよね。だからこの聖書の霊感、そしてまあその霊感された聖書がですね、誤りのない形で形成されたというふうにですね、結論付けていくことは、まあ、非常に大事なね、事柄なんですね。もちろん、まあ、初代教会の頃からこういう無誤説がこうあったかどうかって、説までは言ってないけどね。やはり、まあ、彼らの、まあ、こうそういう聖書に対する感覚ですよね、神の御言葉。そういうことを、まあ、言ったら議論の中でこう論理的にね、整理されてきたということですね。それから、まあ、このどう言いますか、歴史的重要性というのはですね、このまあ、イエス様のね、ということがですね、そしてこう教会がね、初代教会でね、歴史がこうね、1世紀から、まあ、21世紀に流れてるんですけども、ね、この教会史を通じてですね、聖書に対するですね、誤りのない聖書というのはですね、こう神学者は持ち続けた聖書観であるとね、古代の教父であるマウリゲネスはですね、聖書の形成に関して彼らに思い違いや誤謬や虚偽のあったことはありえなかったと断言している。アイレナイオスはですね、聖書は神の言葉、聖霊によって語られることを認めて、それだからこそ聖書は完全なのだと主張している。アウスチニスはですね、聖書の著者たちは誰もその著作にあたって何事についても謝らなかったと私し、ルターはですね、全聖書は聖霊に着せられるべきだから不可流である、ね、カルバンはですね、それらの神のみが出たものでね、そういうこの教会指導者たちのまあね、言明ですね。指導者たちね。言明ね。そして確信ね。で、聖書感が揺らいだときはいつも教会はね、危機にね。ね、聖書への信仰の逸脱はですね、この一つの教理に関係するものではない。結果としてですね、他の全ての教理にですね、影響を与える問題であるということですね。ノルウェーの神学者のビスロフで、ね、現代神学小説とかね、読みやすい本を書いてますけども、彼のその主張のポイントは、聖書を軽視するときに教会は必ず病に陥る、ね、ヘルマン・バービングはですね、詩編の拠り所が壊されたらという、まあ、言葉を用いてですね、11.3 ね、
ね、キリスト教の命運はひとえに、ね、この神の啓示の実在性にかかっている、ね、聖書館にかかっているということですね。まあ、認識論的重要性ということでいきますとですね、このキリスト教神学の最大の問題ですね、最大の問題ね、ねはですね、認識の問題である。まあ、これは松田先生が言われてるね、これですけども、まあ一緒なんですね。私たちがですね、神認識をする資料は聖書にかかってるんですよね。聖書が崩れたら上の建物もね、壊れるということですね。そしてこのね、ここからですね、正しい神認識が、ね、聖書からですね、この誤りのない、ね、誤りのない聖書からですね、正しい神認識、ね、この神認識という場合、この、まあ、何遍も言ってますように、神論だけの問題なしですね、人間論、キリスト論、ね、聖霊論、救済論、教会論、終末論 ね全体のことになってくるわけですけども、ね、それが崩れると、ね、私たちが誤りない神の言葉から得た神認識ということで、メッセージをですね、神のメッセージとしてね、神のメッセージ、そして語り継ぐところにですね、このね、権威が生まれるわけですよね。ね、神の権威、思考の権威、ね、イエス様が信じないと滅びますよ。ね、私たちは思いつくじゃないですかね。神様がですね、そのように語っておられるわけですよね。ですから、このローザンヌ会議でですね、発大講演された、ね、まあ、宇田先生の、まあ、言葉ですけども、権威の問題、ね、権威の問題は、ね、キリスト教会がですね、教会が常に直面せねばならない。根本的な問題で、ね、だから聖書館が崩れてるからですね、リベラルな教会はメッセージが非常に弱くなってるんですよね。聖書に根ざすよりも今日の状況に根ざしてメッセージを語るというんですね。だから状況性のも大事なんです。もう御言葉を失ったら状況に語りかけるメッセージがなくなるんですよ。リベラルはですね、状況性の分析が非常に優れてるわけでね、学問性とかね、状況性で、私たちはこの聖書性というかね、神の言葉性というかね、そういうのもね、エヴァンジェリカルリベラルで、この世紀の初頭ではね、まあ、ファンダメンタリズムというか、まあ、エヴァンジェリカルの、ね、流れの中にあった。どっちかというと、状況を無視した、なんかね、こう、ところがあったんですけど、そういう面で、まあ、リベラルは公民権運動とかで、ね、差別問題とか、
女性の問題とかですね、いろんな問題に取り組んでですね、成果を上げてきた。非常に力があったんですけれども、時代の変化の中でメッセージ、状況が変わるとメッセージがなくなってくるんですね。それに対して、福音派はですね、今、非常に力をつけてきてですね、アメリカでも、まあ、福音派が大統領を選ぶというね、そういう時代になってますよね。カーターさんもそうだったし、ブッシュさんもね。まあ、そういう面でね、まあ、まあ、それだからこそ、まあ、アメリカでもよくあるんですけども、福音派の成熟というかね、非常にこう、なんていうか、こじつけとか、あるいはなんかこう、そういうこうね、本当のですね、本当に神様のですね、御心をですね、語り出して状況、変革にね、結びつけていく、そういう、まあ、勢力になってきてるんですね。それで誤りは許されない、ね、ところがあるわけですね。今の中の司法長官のね、アッシュクラフトさんっていうですね、あの人もアッセンブリーのお父さんが牧師らしいですね。で、カルマンという教官、教官ですよね。非常にまあそういう意味で、カリスマ傾向の、ね、力を持っている人なのでね。第3節ですね、第3節は、まあ、無語性の実際の、まあ、具体例ですね、まあ、問題のある具体例ですね、年代とか数とかですね、そういうのでここで、まあ、プリンストンの、ねウォーフィールド神学者と、まあ、リーグとかフリーメイソン実践の、ねのまあ、見解というかね、そんなものですけども、だからこう、これもまあ一つの、まあ、成熟への、まあ、プロセスですね。要するに、聖書にこう書いてある、こう書いてある、そればっかりで、まあ、具体的な、まあ、これどうならないんだろう、まあ、もう知りませんよとかね。まあ、適当にあしらっていたというのが、まあ、リベラル的な対応ですけども、ね、それに対して、まあ、思いますか、ファンダメンタリズムと、まあ、リベラルの対立の構図だったわけですけども、その中でですね、まあ、ファンダメンタルな聖書観に立ちつつですね、このリベラルとのですね、こう、まあ、対話もね、広げていこうとするのが、まあ、エヴァンジェリカ、ね、福音派、ね、まあ、成熟した形の、まあ、ファンダメンタリズムと言ってもいいですけどね、そういう形で今日の、まあ、若手というかも中堅、以上になってきてますけども、エリクソンをはじめとするですね、エヴァンジェリカルの神学者たちはこういう、まあ、議論の多い領域も誠実にね、対応しようと。特に、まあ、エリソンたちは、福音派の神学校だけ出たんじゃなくてですね、リベラルの神学校やリベラルの神学者たちからもですね、あと学んでるわけですね。そしてまた福音派の神学校に戻って教えてやるというね、そういう、まあ、特徴があるわけですね。まあ、問題のある箇所をですね、まあ、いくつか、まあ、見ていきますとですね、例えばですね、マタイ、ね、マタイの実証、ね、90と、ね、ルカ、9章、3節、あるいはマルコ、6章8節ですね。マタイの10章9節にはですね、杖を持たずに行きなさいと書いてある。
ルカ9章3節にはですね、何も杖もいりませんと書いて、マルコにはですね、6章3節には杖1本のほかは何も持っていってはいけませんと書いてあるのでね、全部違うんですよね、杖の扱いがですね。まあ、リベが非常にこういうですね、重圧の杖を続くようなですね、形で、まあ、どうなんだというですね、いうわけですね。それから、まあ、またね、こういうところを、まあ、皆さん、いらして考えてもらったんですけども、出エジプト、ね、のですね、12章40節です、ね。イスラエル人がエジプトに滞在していたのは430年であった。ね、ここでは430年。使徒行伝ではですね、使徒行伝の7章6節、400年奴隷とされていた、こう書いてある、ね、これ持たず、ね、こちらは水本は OK、ここは杖はいりません。こうだね。それから歴代史の第一、歴代史ですね。ここではダビデ・アラムの戦車兵7000、戦車兵7000、ね、19章18節ですね。と歩兵、戦車兵7000と歩兵ですね、4万で、第2サムエルですね、第2サムエルは戦車兵700、一桁違うんですよね。それから騎兵、歩兵じゃなくて騎兵、騎兵は4万。ここで、まあ、7000と7000、ね、違いがある。から第一歴代、ここではですね、21章の一節、サタンがダビデに人口を数えさせた、ね、で第二サムエルではですね、主は数えよと言って人口を数えさせた、ね、こう書いてある。まあまあいろいろ議論がある箇所はもっとたくさんね、いろいろたくさんあると思うんですけど、まあこういう、まあ対比をしてね、結構いい加減なんじゃないかなというね、うん、ふうな判断をするわけですね。で、まあ、よく、まあ、今までも言ってますようにですね、このプリンストンの、まあ、このウォーキングですね、アメリカの福音派の牙城であったね、プリンストン神学のウォーキングとは、まあ、そういう教え、ね、聖書、まあ、神の霊界によるものというね、形でアプローチするね、代表的な、神の聖書の霊感と権威、まあ、本がありますけれども、それも大体こういう感じですね、聖書公開で。歴史の教会は、そういうの信仰をずっとしてきたからね。だから、先ほども言ったように、神学的主張、そして歴史的な主張ですね、そして認識論的な主張、まあ、そういう構造になって、ね、動けるような主張がね。で、それに対して、ビーブルね。これも福音派の、まあ、神学者なんですけども、逆にですね、この具体例、具体的問題例ですね、問題の事例から、ね、聖書感をどう取るべきかとね。で、まあ、まあ、エリクソンの、まあ、提示しているのはですね、こちらを主としながらですね、こちらを主としながら、こちらもですね、
まあ、真摯に取り扱うとかね、要するに何も知るかというですね、なんか頭ごなしの、まあ、あれでも対話もなんからないとね。だからどちらかというと、まあ、リベラルといってもですね、この戻りますか、リベラルのかなりの部分が、まあ、非常に、まあ、福音派的な要素を持っているんですよね、どちらにでも取るとね。だからそういう、まあ、エヴァンジェリカルという、まあまあ、福音派と言いながらですね、非常にまたこの極端なのがあるわけなんですよね。だからまあ、ある面でこうエヴァンジェリカルの、まあこうね、穏健な多数派とリベラルな穏健な、ね、そういうのはかなりもう接近してるんですよね。だからこの、まあ、そういう面で丁寧なですね、対応していくと、まあ、こちらの、まあ、影響下に置くことができるというね、ところがあると思うんですね。で、まあ、結論的なことを、まあ、言えばですね、まあ、エリクソンはこの、まあ、問題のある箇所は確かに、まあ、問題点としてね認め、そしてまたそれにこじつけ解釈をすべきではないね。まあそのどうですか、旋盤の縁の厚さを計算に入れてないとかですね、いろいろとやるべきじゃないね。でこのすべてのデータを手にしたらね、すべてのデータ、まあ、その真偽をですね、まあ、判断するデータに、まあ、欠けてるわけなんですよね。でもしすべてのデータを手にしたら、聖書の御言葉は明らかになるはずだからという確信を持って、この、まあ、急ぐべきでないという、ね、考え方なんですよね。だから、まあ、リベラルとそういう指摘も、まあ、謙虚に耳を傾けてね、福音主義の神学者と対応していただいて、で特に、まあ、一つの具体解決したいくつかの例としてですね、この一つはこう、どうですか、まあ、ユダのですね、自殺の、まあ、箇所なんですけどね。あ、ここもう一つあるね。一つはですね、このイザヤ二十章一節ね。イザヤ二十章一節のですね、このサルゴムというですね、王様の名前がこう出てきた、ね、聖書に出ている。しかし、まあ、歴史家はですね、そんな名前はですね、どこにもないというふうに批判してですね、これも前から間違いじゃない。ね、聖書の真実性が問題があると言ったんですけども、しかしですね、考古学的な発掘によってですね、ちゃんとサルゴン王というのは存在していたんですよね。でそのことによって、まあ言ったらある時代には偽りとして判断されたものが、歴史が進む中で歴史的な正しさがね、立証されたという一つの例なんですね。それからですね、もう一つはですね、また27章5節、ねね、ユダの自殺、ね、また27章5節、ユダは首を吊って自殺したと、ね、書いてある。しかしこの使徒行伝ですね、使徒行伝のですね、この1章18節ではですね、この真っ逆さまに落ちたと、こういうふうに書いてある、ね、でこの真っ逆さまに落ちるというね、真っ逆さまに落ちると、これはまあギリシャ語でですね、プレネース、プレネースというまあ言葉が使われているんですね。でずっとそれは真っ逆さまに落ちるという解釈だと思われたんですよ。だから絶妙が合わないなということですけど、
しかしですね、まあ、ええとこなんですけど、まあ、続きはまだ、あと60分あるんでね、まあ、区切って休んで、続くということにしたいと思います。ユダの続きですけども、まあ要するにですね、まあユダはですね、こうまあ首をつけて死んだと、ね、いうことですけども、ね、しかしまあ使徒行伝にはですね、このこういう記述があるんですね。彼は不義の報酬である辞書を手に入れたが、そこへ真っ逆さまに落ちて、腹が真ん中から引き裂け、腹綿が皆流れ出てしまった、ね、地面に真っ逆さまに落ちて、体が真ん中から裂け、腹綿が皆出てしまいました、ね、そういう、まあ、の記事がですね、あるということですね。マタイ氏はマタイですね、27章です。何かおかしい？首吊られて首吊りですよで、まあ、この使徒行伝の方ですね、使徒行伝一章八節、ね、ここではですね、腹が真ん中から引き裂け、ね、まあ腹綿がみんなこう出てしまったね、こういうまあ描写なんですね。真っ逆さまに落ちてというね、この言葉の、この言葉ね、プレネース、真っ逆さまに落ちて、あ、まだ小さい字になってちょっと読みにくいで、これはですね、こうこのヤグネグトウカシ、意味が通らないんですけども、ね、最近の、まあ、写本の、まあ、研究によってね、このプレネースという言葉の意味がね、この膨張するという意味もあるというね、ことが分かるんですね。ね、するという意味ですね。それでですね、新しい解釈が可能になるんですね。つまりユダはですね、首を吊った後ですね、しばらくの間発見されなかった、ね、そのような状況において内臓の器官は適切にミイラにする処理がなされなかった場合ですね、死体の内臓の特徴として膨張を引き起こし、まず変質をし始める。そしてやがてですね、腐ってきてですね、こうどう言いますか、体が2つにちぎれて内臓が全部出てしまう。だからこちらとこちらのですね、このあれはですね、こう間違った描写ではなく一つのストーリーであるね。まあ見たな、首つしかしね、こうそこがひっそりとした場所だったんですが、誰も行かなくてですね、発見できない。やがてですね、こうなあちこち腐ってくるとね、でこう腐れがあって、こう中がこう膨張してね、ガスが溜まって、でやがてですね、こう体がここから切れてね、落ちて、上半分はまあ吊られたままだったんですが、知りませんが、どちらにしてもまあこういうふうな結果になったというふうにね、だからまあそういう、まあ言ったらいろんな写本の発見で
別の意味が、ね、出てきた時に初めてこの記事の問題はね、一つの解決の、まあ、方向が出てきたということですね。でまあ、エリクソンが言わんとすることはですね、この下手なこじつけはやめた方がいいと。下手なですね、こじつけ解釈ですね。聖書は誤りがないということをですね、この立証するためにね、そんなふうに守らなくてもね、聖書はこの誤りのない神の言葉だと信じてね、そしてこの新たなデータが発見されるのを待つのがいいとね、いろんなそういうスタンスを持たないと、まあ言ったら偽りがさらに偽りを生むようなねことになってしまうんだと、さらに突っ込まれるというねことですね。まあそういうことですね。まあ、これはですね、エリクソンの、まあ、基本的なスタンスなんですね。特別刑事ね、まあ、一般刑事というのはすべての人に明らかな刑事ですけど、同時に前でこれは、まあ、学問の世界でもあるんですよね。いろんなものを研究しますからね、この非動物世界をね発見していくね。で特別刑事というのは、まあ、神様からの特別な刑事ですけどもね。でここの間でですね、まあ、いろんな議論がね、最初はこの、まあ、天動説か地動説かってね、天文学でありましたね。それからね、進化論の議論の時にはですね、この生物学の領域に議論がつってね、それからさらにですね、地質の研究がウラニウムの、まあ、そういうこうといいますか、土のね、そういう発生するなんかそういうあれの関係でね、地質学、この地質はどれぐらいの年代のものだとかね、そしてまあいろいろこう言われて、最近はまあ人類学の領域に議論が移っているというふうに言われますけども、まあいろんな領域でこう衝突があるんですよね。でまあエリクソンのスタンスというか、私たちの福音派のスタンスとして一番、まあ、基本的なスタンスは、基本的にですね、こちらはですね、まあ、言ったら神の作られた世界の研究でしょ。ね。ね。で、こちらはですね、神の書かれた書物なんですよね。基本的にこれはイコールなはずなんですよ。ただですね、どこに問題があってこう衝突が起こるかといったらですね、これはね、学問はですね、発達途上である、発展途上であるね、まだこう完全じゃないんですよ。でもう一つはですね、この聖書解釈もまたね、聖書は誤りがない、しかし聖書解釈はですねね、このまだ未完であると、ね、分からないこともあるんですよ、ね、実際の間天地創造の記事なんかですね、こうあれは科学的な描写じゃないでしょ、まあ、後でも言いますけども、ね、あれはこう絵画的な描写なんですよね。例えば日の出をですね、科学的に描写しようとしたらですね、太陽が中心にあってですね、地球が太陽の周りを、まあね、回っておりまして、地球が自転していてですね、太陽が昇ってるんじゃない、ね、地球が自転して太陽が昇ってる見えるんだよということですね。しかし、どんな科学者でもですね、そんな日常会話しないんですよ。どんな科学者でも今日の日の出は綺麗やなとこういうふうに言われるんですよね。でそれは間違いなのかと。言うとですね、実は日常会話においてそれは間違ってないんですよ。目で見えた通りこうね、登ってるの見えるわけですから、そういうこう
表現にはですね、こう、まあ、科学的な表現。ね。だけじゃなしにですね、この、まあ、絵画的な表現というのはですね、まあ、目で見える通りに、まあ、描写する。ね。ね。両方とも間違いじゃない。まあ、科学的な表現の方がですね、時代とともに随分変わるんですよね。で、絵画的表現というのはですね、これはまあ、紀元前、ね、2000年のアブラハムでも、太陽が、ね、東から昇り、西に沈むという、全然、普通と通じるわけです。だ太陽が自転車どうのこうの科学的な表現したらですね、こう時代を超えたらつながらないんですよね。だから聖書が、まあ、普遍的なメッセージを、まあ、言ったら持つためにですね、まあ、絵画的な表現が使われているということですね。まあ、そのことが、まあ、まあ、まだとこの章が終わってないの途中で、まあ急いでいきますけども、無謀性とは何かね。無母性とはですね、ね、ここに定義されてますように、文化とコミュニケーションの手段、ね、その時代のですね、このこう、まあ、会話のですね、まあ、そういうレベルにもなると、ね、それが書かれた時代に発展したレベルにもなってですね、それとですね、それが与えられた目的という、ね、視点から正しく翻訳されるとき、ね。その全てにおいて真実である、ね、だからリベラルな、まあ、学者たちはですね、そういう早間、まあ、こういう科学的な表現があったらもうこれが早間に引っかかるわけでね、科学的にどうだろうね。だからまあ、その時代のですね、レベル、それから書かれた目的ですね、このまあ2つのポイントが非常に大事です。でまあ、それも少し詳しく、まあ、ちょっと見ていきますとですね、まあ、無謀性の問題で一つ挙げられるのはですね、例えばユダ書なんかではですね、このエノキ書への言及とかですね、モーゼの非昇天の書への言及とかがあるんですね。そしたらそういう、まあ、エノク書とかはですね、聖書に引用されてるのが、それも聖典じゃないのかというね、いうふうに突っ込まれることがあるんですが、それは聖典の、まあ、いうことではないということですね。これまたテキストで読んでもらったらいいですけども。それから第2のポイントはですね、引用における生活感の水準がですね、この一世紀に存在していただろうと、ね、まあ、今日ほどですね、こう引用とか参照の水準がですね、まあ、学問的な厳密ではなかった時代であるという、ね、時代性というものがあると。それからですね、この正確さはですね、その書かれた目的に依存しているのであるということですね。まあ、これはですね、ちょっとまあ大切なポイントなんで、ちょっと時間取りますけども、まあ、例えばですね、戦いにですね、戦いがあって、そこにですね、9476人の兵隊が集まったとすると。ね、正確にはね。しかしですね、これをですね、この報告のものが来てですね、1万人集まっていますと報告した場合ね、これは誤りなんだろうかと。あるいはですね、この9000人と報告したとパッと見てね、もうなんかこういう記録がカチカチやってね、
頭数数えたわけじゃないからね、大体の概。だからここでですね、報告をしているのはですね、概数なんですよね。だからこのどう言いますか、概数の報告という意味での正確さなんだということですね。それから先ほどの、旋盤のですね、10キュビットの直径で円周が30キュビットというのもですね、このそういう意味でですね、正しいのであると。でこのことを説明するためにね、ある人のですね、昨年度の年収がですね、5万、ね、118ドル82セント、ね、であったとすると、ね、で友達に聞かれてですね、約ですね、この5万ドル、ね、あなたの年収はどれぐらいですかね、私の年収は5万ドルですと言ったら、これは嘘をついたことになるんだと。そうでないでしょ。5万118ドル82セントですと言った方がおかしいですよね、その日常会話なのにね、でそれに対してですね、これは友人の質問ですね。税務署の人がですね、調査に入ってですね、あなたちょっと怪しいと、あなたの前昨年の年収はいくらですかと言った場合はですね、こちらを言ったらダメなんですよね。その場合は正確にですね、このね、5万中118ドル82セントでしたと言わないと、これは正確じゃないんですよ。概数を求めてるんじゃないからね。だから結局ですね、その状況でですね、このその歴史的な状況で何が求められてるのか、ね、どの程度のですね正確さで良いのか、ね、字が小さく汚くなりましたけど、要するにですね、聖書が誤りがないという場合にですね、こういう視点がねなかったらですね、なかったらこれ突っ込まれるわけですよ、ね、正確じゃないね。これは数字だけの問題でなしにですね、福音書などにおいての歴史物語でも適用されるね。ルカはですね、ルカはエルサレム、エルサレムの用紙の人ですね、栄光ね、意図高きところと書き、マタイとマルコはですね、ホサナ、糸高きところ、ちょっと違うわけですよね。でこういう描写に関してもですね、これは聖書記者の不誠実さから出たものではないね。この聖書記者がね、記者の総合的な編集活動であると、で聖書記者もですね、この絶えず書くときにですね、このそれが読まれるであろう、回収を意識しているわけですね。
生まれている改心ね、の中でですね、こう主体的な創造的な変身活動をしているね。でそこでのこのまあ言ったらフレキシビリティというかね、拡張や縮小許容されるそういう編集ですね、のまあ幅というね、メッセージを歪めない形ですね。それがまあ許容されているんだということですね。結構やですね、マタイの建物でマタイの人は一番最初にこうね、系図が書いてあるというね。でこれはまあユダヤ人をやっぱり意識してる回収ですね。大事。でルカなんかはやっぱりこうテオキロ殿とかね、まあルカの福音書とか使徒行伝もまあね、まあ、前半と後半にあたるわけでね、福音書と使徒行伝の、まあ、双子の、まあ、書物であるわけですけども、そういうこう全くのユダヤ人というよりもですね、まあ、別の対象を意識しているわけですから、ホサナという言葉を使える栄光と言った方がまあ意訳になるんだとか知りませんけどね、通じるというところだったんですよね。まあどちらにしてもですね、まあ、先ほども言いましたように聖書テキストを説明するときの難しさはですね、誤りを示唆しているものと即断されるべきである。私たちがあまりにも急いでその問題のですね、明確な解決を得ようとするべきでもない。もし私たちが全てのデータを手にしたらその問題は解決されるという確信を持ってデータの残りを待つのがよいと、ね、いうことですね。この辺りでもそうなんですね。つまり学問は発達途上だし、ね、聖書解釈もですね、まだ完全ではない、ね、だからですね、この聖書は誤りのない、ね、形で描写されているけれどもですね、私たちの解釈にも限界があるかもしれないというね、謙遜さを持ってですね、ある意味将来の解決に見て委ねるべきだと、ね、簡単にね、あっちが間違いだ、こっちが間違いだというふうにね、そういうことになってくるともうね、学問も全部否定しまうようなね、スタンスとるかもね、半文化的、反学問的になりますからね、極端なファンダメンタルがね、まあそういう面でこう、ある程度まあ尊重すべきところは尊重しね。だからまあ、想像論のところなんかでもね、結構7つぐらいの説を出してね、私たちのスタンスどうあるべきかということをね、議論してますよね。まあそういうところでも非常に議論があると思うんですけどね、私もまあインターネットのホームページ見てたら、ある極端なディスペンセーションのね、ファンダメンタルの立場の想像論を一生懸命やってる人ですね、エリクソンの創造論をちょっとこうリベラルにちょっと傾いてるんじゃないかってね、批判してる、まあ、ホームページがありましたけどね、いろんな反応があるんだなと思ったんですけどね、まあ、皆さんもまあね、どういうまあまるまるエリクソンを受ける必要ないと思うんですけどね、まあ、エリクソンがこう幅を提示してるんでね、その中でのまあ皆さんが納得できるある程度のね、スタンスというものをね、模索されたらいいと。だからまあ、誤りというね、何を意味してるのか、結構誤解があると思うんですよね。概数を言っても誤りと言ったら、ちょっと聖書の読み方がね、やっぱ問題があるんですね。で無母性はまあ原点のみにおいてね、言われるんですけども、原点を反映されている意味で、派生的な意味で、まあ言ったらこう、写本というかね、私が使っている聖書にも、まあ、そういう意味で無母性がね、反映されている。ただまあ、写本の過程の中でやっぱりこう、ね、何回も訳の訂正があるようにね、正確な翻訳をなされているかという、まあ、疑問はあるでしょうけどね。で、まあ、最後の章、今日の最後の、
まあ、要約版では7章ですけどね、そちらでは、まあ、権威ですね、まあ、聖書が、ね、誤りのない神の言葉であればですね、そこにまあ権威が生じてくるということですね。で、まあ、この章ではですね、宗教的権威、聖霊の内的働き、ここがちょっと違うんですよね。権威の客観的要素と主観的要素ですね。で、まあ、聖書と一斉、歴史的そして規範的権威のあるものという、まあ、いくつもですね、テーマをちょっとやっていきたいと思います。で、まあ、次回の関係もあるので、ちょっと駆け足になりますけども、まあ、権威ね、権威の問題ね、いうことですね。で、私たちの、まあ、あの権威ね、福音派の権威っていうのは、まあ、聖書ですね。聖書ね、神によって神霊感された曖昧な神の言葉ね、66巻はね、私たちの信仰と生活における、究極的な権利である、ね、まあこれローザンヌ制約ね、あ、まあ、またあの読んでおいてもらったらいいですけども、その中に今書かれてますけどね、私たちはね、まあ、旧約聖書ね、新約聖書、ニューテスタメントの全体が、ね、神の霊界による真実で、権威ある、唯一の書き記された神の言葉、誤りがなく信仰と実践の唯一の無謬、誤りがないですね。の規範。
であることを確認する、ね、まあ、ローザンヌ聖典、ね、第2項、まあ、最初にね、聖書感が最初に出てきてますね。霊感の、ね、そして無語性、ね、そして権威で、ね、事柄がはっきり、まあ、よくまとめられていますね。で、聖書が規範ですね。で、まあ、神の改宗である教会というね、神の前に全て平等と、ね、よっしゃ、ね、イエス・キリストの贖いのみによって神に近づけるというね、プロテスタントの革新は、ね、そういう聖書観、そしてそういう神の改宗であるという教会、平民性ですよね、信徒の。そして、こう、どういうんですか、信仰義、ね、神の贖いのみによって神に近づけるというね、これがプロテスタントのね、根本的革新になりますけどね。でカトリックはね、カトリックは、まあ、ヒエラルキー型ですね、ピラミッド型で、法王が頂点にいて、ね、教える教科と教えられる教会が、まあ、神徒は一番下なんですね、こう教える。代理者の法王が、ね、権威、権威は、ね、権威と聖書解釈の権利は、法王と司教、まあ、枢機教団に握られている。ね、だからいろいろ説が出てくるんですね。聖書にないような儀式も入ってきますしですね、プラスアルファがいる聖書プラス、ね、宗教会議の決定とか、あるいはいろんな伝承が入りますからね。だから私たちのプロテスタントの革新は非常に貴重ですね。まあ、カトリックの中でも非常に法の権威に非常に疑問を持つ人がね、非常にまあ多くなって、まあ、どちらかといえば、まあ、プロテスタント傾向がね、出てきているようなことも書いてありますね。どちらにしてもこのですね、この権威ね、究極の権威を持つですね、この聖書ね、神の言葉、これを失うとですね、この福音理解のね、まあリベラルはですね、リベラルはね、福音理解の多様化、まあ神学者の数だけですね、解釈生まれてくると。神学的混迷、ね、メッセージが分からなくなってくるんですね。そして人的、キリスト像、像等ですね、人的福音理解、の、まあ、喪失とかね、失われていく、ね、聖書の聖書感が崩れですね、御言葉の権威が失われたら、ね、もう権威はなくなるわけですからですね、崩れていく、ね、人たちが持っていた福音理解とか、人たちが持っていたキリストのね、理解がなくなっていく、教会に非常に弱体化するわけですよね。教師や道徳家としてのキリスト像が出てきたりですね、イエス・キリストのまあ食材とか復活とか否定したりですとかね、いろんなものの理解が出てきて、まあ、非常に混迷状態にあるというのが リベラルな極端なね、リベラルの中の、まあ、国民的な教会は、まあ、まだ守られているでしょう。
で第2位は聖霊の内的な働きですね。聖霊の内的な働き。ね。で私たちはまあ聖書を読んでですね、自分でこう理解している、まあ自分の理解で理解していると思いますけども、実はですね、この聖霊の助けなしにはですね、理解できないんですよね。まあ単なるね、なんか昔話として読んでしまう、ね、歴史書とか文学書として読んでしまうことはできますけどね、神からの語りかけとしては絶対読むことができないわけですね。まあよく、まあ、すでに言いましたけども、そういう、まあ、神と人間というのはですね、この存在論的な相違がありますしですね、同時に、まあ、堕落によってね、そういう、こう倫理的なね、ギャップというものもね、生まれたわけですから、ね、聞くだけで決して理解しないし、決して悟らないとイエス様も言われましたね。感謝の心もなく、思いは虚しくない、無知な心は暗くない。で、そういう中でですね、この、まあ、そういう、こう、無能性ですね。それに対してですね、この、聖霊がね、聖霊が働かれてですね、聖霊が働かれてね、聖霊の働きね、特にこれはまあ先ほども言ってますように、照明の働きね、イルミネーションの働きね、聖霊が闇の中にいる私たちの理性をまあサーチライトに照らしてくださってね、そしてこの喜んで受け入れてまた理解する、ね、理解力を与えてくださいね。コリント書でもですね、要はその知恵によって神を知ることはできないとね、書いてある。生まれた人間は神の御霊に属することを受け入れませんと。何なら御霊のことは御霊によってわきまえます。御霊によって初めてですね、この霊的なことを理解できるということですね。御霊はね、御霊の働きがまあ非常に詳しく書いてあるのはですね、ヨハネ、ね、14章、15章、16章、ね、助け主の箇所ですね。では、御霊はね、すべてのことを教え、ね、イエスについて証しし、そしてこのね、罪について、義について、裁きについてね、罪の自覚、ね、そして全ての真理に神道を導く、まあ非常にまあ詳しい聖霊論がヨハネの福音書の中にあるということですね。
で、まあ、もっぺんこう、まあ、デコマイという言葉がね、ありますけども、歓迎する、受け入れるというね、そういうふうにさせられるのは、御霊の働きですよね。人間の罪深さっていうのは、どうしてもこのね、拒絶する、ね、心を閉ざすという方向、神様の恵みに対して働きますのでね。次は、まあ、客観的、主観的要素ですね。これ規範的じゃなしに、ちょっと翻訳間違えますね。まあ、この権威ね、権威の、まあ、客観的要素ね。まあ、これはまあ聖書のことですね。聖書ですね。聖書は客観的なのね。だから私たちの福音派っていうのは、まあ、このね、聖書の客観性、神の御言葉の客観性を信じるというね、ことが、まあ、基本的なポイントなんですね。そして、まあ、その、聖書、ね、を、21世紀のね、私たちが、ね、こう、読むときに、ね、私たちの、理解力を、ね、照らされるの聖霊の働き、ね、これを、まあ、イルミネーションの働き、ね、照明の聖霊の照明の働き、文書化は霊感の働き、ね、で神様が、まあ、これは啓示の働きね、いうわけですね。まあ、テキストにも書いてあると思いますけれども、啓示とは歴史における出来事、行為と言葉とによる神ご自身と救いの計画の、まあ、伝達である。で、霊感はですね、形式的文書としての聖書の形成に対してなされる聖霊の働きである。そして証明は神の啓示の意味、聖書の意味を理解し悟らせ、確信へと導くために信仰者の心と理性を、まあ、照らし出す聖霊の働きである、ね。まあ、これをよく、まあ、区別しているですね。ただ、まあ、権威は聖書のみである。まあ、エリクソンがね、こうね、言われる。権威は聖書のみ。まあ、これはプロテスタントの確信、ね、であるわけなんですけどですね。まあ、極端なこうね、ファンダメンタリズム、ね、ファンダメンタリズムではですね、まあ、まあ、エリクソンは、まあ、こんな風にですね、古いことわざに一日一個のリンゴで医者にならずというね、まあ、健康が保てるというそういう、まあ、ことわざが、まあ、あるんですけど、まあ、リンゴ一個だけ食べたら健康になるわけじゃないんですけどね、まあ、そういうことわざがある。
神学で、まあ、クリスチャンの世界で一日一生で悪魔を遠ざけるという、まあ、ことわざというかね、あるらしいんですけどね。でもまあ、このこういう考え方、間違いではないけどもですね、行き過ぎたらこの、まあ、聖書崇拝というね、聖書崇拝的なあの傾向も持つことに、これは良くない。聖書ポケット入れたら大丈夫みたいな、お守りみたいなね、そういう感覚でしょうかね、うん、まあ一日一生って読むことはいいことなんですけども、ただまあまあ読んどったら免罪符みたいな感じでね、何やっても大丈夫という、そういうことではないんで、やはりこう聖書を読んで、その中のやっぱり神様の御声をですね、聞き取って、まあ、それに生きるということがないんですね。まあ言ったら一日一生聖書を読んで万引きでも犯罪でも犯しとったら全然違う話ですからね。もう聖書守られてるんだみたいなね、その感覚とのギャップがあったらね、これはやっぱり間違いであるということですね。だから、まあ、まあ説教者にも言えると思うんですよね。なんかこう聖書のこと話しとったら何でも大丈夫だみたいなことではいけないと。やはりね、回収の必要をね、やはり感知して、このそれにふさわしい神のね、御言葉、メッセージ、来たメッセージを取り継がないとね、彼らの霊的な生命に関係するね、励まし、またある時の警備を与えたりとかね、いうことはまあ大事だと思いますね。それからですね、もう一つの、まあ、極端はですね、聖書崇拝的なことはですね、こう、まあ、聖霊崇拝というかね、まあ、こういう言葉ではないんですけども、どう言いますか、こう、聖書から外れたという意味でね、何かこう、絶えずこう、ね、神の声、神の御声に耳を傾けるということなんですけども、聖書から離れてというかね、なんか聖書をあまり読まずというか、なんか聖書を軽視してというかね、そういう意味合い の, あのことに関する、まあ、注意とかですね。まあ、聖書を読んで御心を聞き取ろうという姿勢なしに、こう絶えずこうね、上からの声を聞こうとして違った声を聞いてしまうね、そういう、まあ、グループもあるんだということですね。まあ、ギャラポンの調査でね、なんか割かし年配の人っていうのは割かし聖書をアメリカでも福音派にしてよく読むそうでね、多分20代10代、20代、30代ぐらい、若い人はどっちか言ったらこうね、体験的な経験を強くてね、やっぱ精霊の導きに従って生きるということを大事にするというパーセンテージ非常に 高いらしいですね。まあそれは大事なことなんですけども、しかしね、やはりこう聖書に親しみ、聖書に養えた上でこうね、御声を聞くという姿勢がないといけない。で、まあエリクソンはですね、こういうふうに書いてるんですね。まあよくまとまってるなと思うんですけども、正しくね、正しく翻訳され、まあ原点からね、ずっと。正しく翻訳されてね、書かれたね、御言葉ね、御言葉はですね、
権威の権威の客観的な基盤であると。まあ、私たちの土台ですよね。で、それをベースにしながらですね、聖霊の内的な証明ですね。まあ、ヨハネ14から16章のようにですね、内的証明とですね、この説得する働き、ね、語りかけ、ね、説得する働きは主観的な側面であると、まあ体験的なね、だから御言葉と体験とかいうね、このバランスが大事なわけですね。だからここでエリクソンはね、冷たい頭、まあ、冷静な、ね、理性というでしょうね、冷たい頭と、ね、温かい心、ね、心の両面が必要である、ね、そしてこのように言ってますね、この御霊なしで御霊なしで聖書を持つなら持つならね、あなた方はですね、枯れ果てるであろうね、客観性ばっかりでね、御霊の温かい経験がないと、ね、枯れ果ててしまうね。しかしですね、聖書なしで聖書なしで御霊を持つならば、持つならば、あなた方はですね、この吹き飛ばされてしまうだろうと、ね、もう絶えずこう煽られてね、こう荒波に揉まれる船のようにね、信仰生活は波打つで、しかし、ね、あなた方が聖書とね、聖書と御霊の両方をですね、持つなら、あなた方は成長、ね、霊的に成長するだろう、ね、こういうふうに、まあ、まあ、バランスが取れてるんですね。で、まあ、あと5分なんで、最後の第5節いきますけれども、歴史的批判的権威ですね。で、まあ、このことはですね、今日からのところでも少し、まあ、話しましたけれども、聖書の中にですね、まあ、教えというか、こう命令というかね、批判というかね、そういうものがあるわけですけれども、ね、私たちが、まあ、聖書を読んで生きていくとき、ね、こうここからこの、まあ、命令とかね、なんか、まあ、批判というかね、進めというか、そんなものがあるわけですけど、しかしですね、注意しないといけないのはですね、このこれはですね、まあ、紀元前、まあ、20世紀アブラハムからいけばね、から紀元1世紀の間に書かれたその当時の人々に対して語られている
という側面があるんですよね。そしてまあ、私たちはこの21世紀ね、こういうんですね。で、私たちはですね、その語られていることの中でですね、やはりこの下手にですね、これは聖書にこう書いてあるというふうにしてメッセージしまうとですね、それは今日の人々を古代の人の奴隷にしてしまうところなんですよね。だからどう言いますか、この歴史的に当時の人に対して規範となっているものとですね、このどう言いますか、普遍的ね、普遍的な規範となっているものと、この区別する力がないといい説教者になれないわけなんですよ。だからまあね、この中に普遍的なメッセージを取り出して、ね、私たちの時代の合う形でこうメッセージしないといけないね。まあよくまあ大前提でしたけれども、今日からではあらたりも先祖の儀式なんかもね、そうですしね、やはり今の時代は先祖しないとね、あるいは謙遜のメッセージであるね、あれ女の人はかぶり物しないね、している教科もありますよ。しかしまあ基本的にね、あれはあの時代の売春婦との区別をねするためであったということとかね。だからこの権威が、御言葉には権威が、ね、みんなこう同じように見えてしまうということは、もう解釈者としての力がないしね、やはりこう間違ったアプローチなんですよね。だから当時の人々に権威があった御言葉とですね、今日おいて権威がある、ね、メッセージというのを、まあ、区別して抽出する力をね、これを身につけないといけない、ね、何がね、何がこの一時的なものである、何がこの普遍的なものであるかね。だから下手したら神の名のもとにですね、非常に牧師がの願いを具体化するために御言葉を使ってしまうというね、こういうこともあり得るわけなんです。恣意的になってしまうというね。それはまあ下手したら犯罪行為にもなりかねないね。だから神の言葉を扱うということは本当にですね、慎重さと謙遜さがね要求される。ね、そこで、まあ、大体の、まあ、権威の学び終わりですけどね、そこまで何か質問ありませんか。また詳細はね、教科書読んでもらったら、細かいこといっぱい書いてありますのでね、まあ、これも、まあ、エッセンシャルな話ばかりなんですけども、まあ、ノート提出してもらいましたけど、なかなか皆さんよくまとめておられたと思います。他の進学校生徒も見てますけども、遜色ないというかね、かなりレベルの高い努力なんとかね、見られる、まあね、私も教えて欲しいがいがあるというかね、よく学んでくださってるなと思います。まあこのような形でまたね続けていただいて、丁寧にまあ進学入門、聖書論からね、終末論までね、これを同じように
ノートを抑制してやられてですね、もうこれは世界で非常にある面で分かりやすい進学書で非常にハイレベルな内容なんですね。それをまあこのそういう形で習得されたらね、かなり優れた、まあ、教職者に、ね、皆さんになっていかれるんじゃないかなと思ってね、非常に、まあ、ノートを見ながらですね、また、ね、質問は個人的にまた聞いてもらって、はい、今一応これで。